ご視聴いただきましてありがとうございます。ペコーズモデリングペコーです。今回は、HG、ガンダムエアリアルを作っていきます。いつもは頭なら頭、胸なら胸でパートごとに作っているんですけど、今回はちょっと、ひとまとめにして、制作と、動画撮影をしてみました。本当は塗装とか仕上げまでを通しで一本の動画にしようと思ったんですけど、まだちょっと時間がかかりそうだなと思ったので、とりあえずはそのディテールアップ編は、動画にして、前編後編という形に分けて、今回は前編ということで、動画にしてみました。このエアリアルを、最初に見た時に、すごくこう曲線と、あとこうメカメカしい感じが、バランスが良くて、あ、すごい、これ作ったらかっこよくなりそうだなって思った機体で、作り込んだら、まあ、楽しいだろうなっていう思いで、制作を始めました。まあ、そして、今回筋彫りとかも少し、変えていて、いつもは鋼で仕上げをしていたんですけど、今回はデザインナイフでラインを引いて、ラインチゼルで麻彫りを使って仕上げるっていう、まあ、2工程で済むようにしていたり、まあ、いろいろ新しい、試みをいくつかやっているので、そのあたりも合わせてご覧いただけたらなと思います。字幕でちょこちょこ解説も入れつつ、制作過程の様子を、動画にしていますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ちょっと花粉で鼻声で、お聞き苦しい声で すいません。では最後までご覧ください。